はい、皆さんこんにちは。 YouTube 生命判断のスガッティと申します。今日もよろしくお願いいたします。今日の動画はですね、占いのお申し込みをしていただいた方、スガッティはこの自然堂っていうね、こう飲み屋さんを高崎で営んでおりまして、この飲み屋さんで、来店していただいた方を、対面で占う対面占いと、あとは、高崎なので、わざわざね、高崎まで来れないよっていう遠方の方は、LINE のやり取りで占い結果をお伝えしている、LINE 占いっていうのもやってるんですね。いずれも鑑定料は5500円なんですけれども、この、LINE 占いと来店占い、それと、この YouTube チャンネルにおいて、無料で YouTube 生命判断っていうのをやってまして、依頼していただいた方をですね、占ったその結果を YouTube 動画としてお届けする。でその代わり、無料で占いますよっていうね、無料生命判断をやってるんですけども、こちらはちょっと半年ぐらいお待たせしちゃってるんですが、主にこの3つのね、占い方法で占ってるわけなんですけれども、今日はこのスガッティに占いをお申し込みいただいた方にですね、占い結果を受け取るまでの、心構えっていうんですかね、はい、こんな気持ちで、占い結果をお待ちくださいっていうような動画なんです。あ、先にお礼を言っときましょうね。この度は、ご依頼いただきましてありがとうございます。占い鑑定料5500円お支払いいただいたわけですけれども、1件あたり5500円だから、もしかしたら2人とか3人とか一緒にこうまとめてね、ご依頼いただいたらちょっと料金変わってくるけれども、でもね、お金を投資してスガッティに占ってもらおうかなと決断してくださった皆さんのですね、その気持ちを裏切りません。この5500円以上のですね、価値のある占い結果をですね、お届けしますので、ぜひ、ご覧になっている皆さんもですね、積極的にスガッティチャンネルに占いのお申し込みを、お寄せください。そして、今回の動画は、すでに、占いをお申し込みいただいた方が、その占い結果を受け取るまでのね、間に、この動画をご覧になって、お待ちいただきたいなと思ってるんです。どういうことかっていうと、来店占いも、だいたいね、中4日ぐらい開けてもらってるんですね。で、LINE 占いだと、ちょっと今順番に占ってるんですが、だいたい2週間待ちぐらいなんですよ。そうなってくると、その2週間とかね、4日間とか、お待ちいただいてる間にですね、これをご覧になっていただきたいんです、この動画を。ただ、LINE 占いの場合もですね、これ順番に先着順で占ってますんで、ちょっと今2週間ぐらいお待たせしちゃってるんですけれども、お急ぎ手数料って言って、4500円プラスオプション料をお支払いいただきますと、翌日には占い結果を、受け取れますんでね、だから翌日までの間にこの動画を見てお待ちいただきたいんです。で、来店占いの場合も、中4日ぐらい開けてほしいっていうのは、やっぱりね、週末は忙しいから占ってらんないことも多いんですね。占ってらんないっていうのは、どうしてこういう仕草をしたかっていうと、ちょっと今お見せすると、例えばね、これ個人情報だからあんまり詳しくはちょっとぼやかすけども、占い結果ってこれぐらい書くんですよ。結構な文字数ですよね、これね。こんだけ書くの。こんだけ書くのって、やっぱり、尋常じゃない時間かかるんですね。原稿用紙で、だいたい4枚か5枚分ぐらいなのかなって思うんだけど、それぐらいのね、文字数書くんですね。やっぱりそれには、ただの書き写しじゃなくて、その人の、お名前とかね、生年月日を見ながら、こうやって占い結果をこう、この人、こういう画数だから、仕事したらこうなるんだろうなとかね、恋愛したらこうなるんだろうなとか、イメージしながら書きますんで、ただの書き写しだったら、原稿用紙5枚ぐらいだったら、パラパラパラって、もうね、数分で書き終えるかもしれないけども、それで占いながら、原稿用紙5枚ぐらいのね、量の文字を打つってことは、結構な、エネルギー使うんですよ。なので、なんか4日ぐらいね、余裕を持って、ご依頼していただいてるんです。でね、じゃあそんなに時間かかるんだったら書かなくていいじゃんっていう話なんですけど、ほとんどの占い師さんなんてこう書いてくれてないでしょ。ただ口頭で言うだけじゃないですか。だけど、あ、ちょっと今お見せしようかな。ちょっと持ってきますね。やっぱね、もともとは LINE ができる前からね、スガッティ19年になるんですけれども、このお店で来ていただいたお客さんをこうやって最初はね、やっぱ口頭で占ってたんですよ。だけどみんなね、酔っ払って忘れちゃうんですよね。で、また3ヶ月ぐらいすると来店してくれて、なんか前回来た時占ってもらったと思うんだけど、忘れちゃったからもう一回占ってなんて言われて、あ、いいですよ、なんですね。こっちもほら、お客さんが喜んでもらえればいいと思って占ってるわけだから、会話の一環みたいな感じでね、また同じことを繰り返しお伝えしてあげて、で、また酔っ払って帰って、で、また半年ぐらいするとまた来てくれて、多分2回ぐらい占ってもらったような気がするんだけど、忘れちゃったからもう一回占ってなんて言われて、で、また同じことを繰り返しお伝えして、で、また酔っ払って帰ってとかってね、繰り返してるうちにですね、酔っ払って忘れちゃう人ってその人だけじゃないってことが分かったんですよ。次の日はまた別の人が来て、忘れちゃったからもう一回占ってって言って、同じことを繰り返しお伝えして、で、酔っ払って帰って、また次の日はまた別の人が来て、忘れちゃったからもう一回占ってって言って、で、また同じことを繰り返しお伝えしてとかって、無駄な時間に感じてきたんですよね。なので、さっきね、こうやって一人一人書いてお渡しするスタイルにしたんです。これが一人よ。これが一人。これが一人。これが一人。これ。一人一人書いてお渡しするスタイルにしたんです。で、これだけの文章をね、表裏書くんだけど、それでも、ちょっと異常でしょ。こんなに書くのよ。もう米粒に書くみたいな感じで書いて、で、裏表って書いて、で、お渡しする。それで忘れないで済みますね、つってさ、占い結果を私知ったわけなんだけど、で、これ書くのって結構時間かかるじゃないですか。さっき言ったように、占いながら書くから、ただただ書き写しじゃないからね。だから、やっぱりこの辺から予約制にしたんですよ。だから、こんだけ書くから、今予約制なんですよって言って、あ、分かったよ。じゃあ来週のね、火曜日に来るから、その時までに書いといて、なんて言って、書いたにもかかわらず、結局予約したことを忘れて来なかった人たちなんです、これ。これが嫌で嫌で、
もうすごいエネルギー使ってこれ書くんですね。で、もう使ってこれを二度とやりたくないと思って、まあ、それからは LINE 交換して、LINE でお友達になった人しか占わないって心に固く決めたんですよ。それによってね、まあ、今でも、例えば、仕事が終わりそうになって、今日予約なんだけど、急に行けなくなっちゃいましたとかね。あとは、まあ、せがれが熱出しちゃって、急遽今日行けそうにないんですけど、みたいな、そういう LINE が来るんですよ。それ全然 OK。だ今は、LINE 交換ね、させていただいてるじゃないですか。だから、LINE でね、急遽行けなくなっちゃいました、なんて LINE いただければ、あ、わかりました。じゃあ来週だったらこの日が、この時間空いてますよ、なんて言ってね、LINE 交換してるんで、やり取りできるから。だから今はこういう、無駄なね、ことをしなくて済むようになって、今年で19年になってるんですけれども、で、LINE でね、占ったり、あとは今は一昨年ぐらいから、去年かなぐらいから、YouTube でも占ったりなんか し始めて、そうすることで、別にここ来なくても占えるじゃんってことが分かったんですね。例えば手相とかだったらさ、こう、やっぱりね、写真とか画像からは伝わってこない、こう、細かいね、ニュアンスとか、きっと、線とかあると思うんだ。だけど、スラティの場合は、生年月日とお名前が分かればさ、別にその人は会う必要ないわけ。むしろ会わない方がよく当たるんですよ。だから、別にここ来なくても占えるじゃんってことになって、で、LINE 占いっていうのを始めたんですね。おかげさまで、今はもうね、海外からも LINE 占い、まあ、海外に住む日本人ですけどもね、からも、まあ、ご依頼いただけるほどになりました。ありがとうございます。もう、こうやって LINE で占える時代なので、別にね、高崎に皆さんわざわざ来なくても大丈夫です。はい。なので、LINE でね、お申し込みいただければと思います。で、今日の動画の内容っていうのは、これまでも、2回ぐらいね、配信してきたんですけども、ちょっとバージョンアップというか、刷新して、更新した形で配信する内容になっております。ちょっと長いんですけれどもね、全部詰め込んだらこんな形になりました。最後までぜひお見逃しなくご覧ください。でね、占いやってますと、いつ私は彼氏ができるんですかとかね、今度娘が受験なんだけど受かりますかとかね、父の病気は治るんでしょうかとかね、そういう未来の予言みたいなことをね、求められたりもするんですけれども、運命っていうのはね、これ運ぶ命って書きます通り、これ持ち運びが自由なんですよね。だから、まあ試合に、今度の試合どうしても勝たなければいけないんだけど勝てますかねなんて言われるんだけど、試合に勝てるかどうかなんていうのは占いが決めることじゃないから、どんだけ練習したかで、その練習が、足らなければ勝てないし、練習の成果が出れば勝てるし、結婚できますかねなんて言ったって、ちゃんと婚活してればね、いつだって結婚できるし、たとえ結婚運が良くたって、じーっとしてうちでね、ゲームしたり漫画見てるだけでは絶対に結婚ってできないし、だから、どうに命を持ち運んだかが、未来を決めるんだと、スガッティは思ってるんですね。自分次第なんですよ。将来とか未来なんてものは。もう1秒先も決まってない。だから、テレビでね、あなたはね、来年、こんなタイプの男性と結婚するわよとかね、よくインチキ占い師が言ってるじゃないですか。あんなのはインチキなんです。その人だけ見て、結婚相手がね、もう未来、いつ、来年で誰と、どんな人と結婚する、もう、かつて共演した男性ですとかさ、そんなことがもうすでに決まってる未来じゃないの。どんな死に方をするとか、いつ誰と結婚するとか、そんなことがもうすでに決まっちゃってる未来なんて面白くないじゃないですか。未来は自分次第なんですよ。頑張って持ち運んだように命は、いい方にも悪い方にも、運命って決まるんですね。昨日階段で転がったこととか、今日コロナに感染しちゃうこととかが事前にもうすでに決まっちゃっている予言できるようなことじゃないってこと。でもね、同じような似た言葉でどうしても持ち運びにくい宿命っていうのがあります。宿命っていうのは宿す命って書きますよね。スガッティは、ちゃんと占うときは、生年月日とお名前で、占ってます。だから、スガッティチャンネルをチャンネル登録して、スガッティ門下生になった皆さんもですね、スガッティチャンネルを軸に生命判断を学んでもらってるわけなんですけれども、何かセットにするといいかなと思いますよね。生命判断と手相とか、生命判断と血液型とか、生命判断と、市中水命とかね、何でもいいんですけど、なんかこの生命判断を軸に、こう、画数じゃねえ、生年月日とか、手相とか、人相とか、風水とか、そういうね、プラスアルファ何かとセットに組み合わせると、いいのかななんて思ったりしていますけども、まあ、スガッティは生年月日と、お名前で占うわけなんですが、この日に、このお名前でこの世に命を宿した、その0歳の瞬間にですね、その人その人の大体の人生の方向性というかね、向き不向き、あとは伸び高みたいなことが決まってくるんです。例えば、皆さんの周りでもね、例えば同じ部活でさ、あの子、あんなにね、もう人知れず努力して、練習に練習を重ねてるのに、なかなか上手にならない。なかなかレギュラーが取れない。試合出てもなかなかホームランが打てない。けど、勉強する間も惜しんで練習ばっかりしてるから、勉強、宿題もなかなかできてないんだけど、学校行くとなんか頭がいいみたいな子がいるじゃないですか。逆にね、あんなに勉強頑張って、まあ、お家の、例えば、お医者さんとかね、歯医者さんを継ごうと、医学部目指して、頑張って勉強してるけど、いつまで経っても成績が伸びない。だけど、体育の授業になると、もういつもホームラン打っちゃうとかね、試合に出るといつもレギュラーになっちゃうみたいな、なんでこいつ練習もしてないのに、トントントンって、レギュラー取っちゃう。でも、勉強が、うまくいかないんだよな、みたいな子もいますよね。その、向かってる方向と、伸びる方向が、必ずしも同じじゃないってこと。だから、生命判断することでね、どっちの方向に向いてるかっていうのが分かれば、その向き不向きっていうのは、運気っていうのは気ですから、気ね、気。まあ、あえて、休字で書きますけども、気っていうのは風ですから、空気ですから、こう、どっちの方向に
運気がビューって追い風になってるか、それを知ることで追い風の方向にね努力するとやっぱりトントントンって伸びやすいんですよ。追い風でもない向かい風の方向に努力してもなかなかペダル漕いでも一生懸命漕いでもなかなか前に進まないし、横風だったら倒れちゃうしって感じで、どっちの方向に向き、向いてるんだっていうことを知るのって非常に大事なんじゃないかなって思うんですね。でこの向き不向きっていうのは宿命、つまり出生名と、あと生年月日で決まっちゃいますから、だからその性格直しなよって言われてもね、なかなかガッと性格とか人格変わったりできないんですよ。もうその個性っていうのは一生背負っていく宿命にあるんです。だから、スポーツ選手に向いてるお名前とか、お医者さんに向いてるお名前とか、学校の先生に向いてるお名前とか、専業主婦になるためのお名前とか、それぞれ画数によってその人生のストーリーのシナリオが決まってくるんですね。その中にはやっぱり犯罪者の数字とか、病弱な数字、病弱なストーリーを背負って生きるお名前もありますから、やっぱり大切な我が子にね、病弱な人生ストーリーのシナリオを与えたくないじゃないですか。犯罪者になって他人に迷惑かける、世間に迷惑かけるような名前、画数を名付けたくないじゃないですか。だから画数、宿命数っていうのは大事なんですね。でも、まあ、向き不向きはね、この出生名、宿命で決まっちゃいますけれども、例えだからさっき言ったように、スポーツ選手に向いてない画数だけども、頑張ってスポーツ選手目指してるんですなんていうね、人もいますよ。だからそれは全然いいと思うの。で、運気っていうのは、あ、消しちゃったばっかりだけど、気ですから、これ空気と一緒なのね。だから空気ってさ、結構流れるでしょ。だからいくらでも運命持ち運べるんですよ。どうやって持ち運ぶかっていうと、もう努力っていうのは、努力した分だけ積み重ねて実力になりますから、こんだけ10積み上げた人は10努力したってことなんで、実力、実績が10できますんで、もう努力は絶対にこれ実績になるの。だからどんなに向かい風でも思いっきりペダル漕ぐ練習してれば絶対前に進むんですよね。だから努力は運よりも勝ります。とはいえよ、とはいえ、例えば100メートル走、ね、桐生選手とかさ、10秒切ったりしてますけれどもね、あれほら、向かい風とか追い風とかでさ、あれじゃん、だいぶタイム違ってくるでしょ。100メートル走るだけだって、追い風か向かい風で、だいぶタイム変わってくるんだから、それが60年、80年生きるとなったら、やっぱり向かい風で60年、80年生きるよりも、やっぱり追い風の方がアドバンテージ性高いじゃないですか。だから、より良い名前をね、名付けるってことが重要になってくるんです。とはいえね、やっぱ生年月日も大事なんだけど、生年月日ってさ、選べないじゃないですか。どうしてもクリスマスイブの12月24日に産みたいなーなんてね、思っても、12月24日に産むには、じゃあそこから逆算して、なんつって、そこをね、狙って妊娠したり出産したりとかって、なかなか難しいわけ。だけど、お名前っていうのはさ、まあ、大体ね、お父さんお母さん、親御さんが、こういう、花のような美しい子になってほしいな、だから花子とかね、強くたくましい子になってほしいな、太郎とかね、そんな感じで親御さんが、お子さんに我が子にねどうなってほしいっていう願いとか思いを込めてある程度自由に名付けられますよね。中には人名用漢字として、認められてない漢字があったり、あるいは悪魔くんみたいな感じでね、ちょっと悪質な漢字の場合は却下される場合もあるけど、まあ、通常は大体親御さんの自由に名付けられますよね。だからスラッティは自由に選べるこのお名前の方を重要視してるわけなんですけれども、この出生名である程度の人生設計が決まっちゃうってやっぱり大事ですよね。だからこのお名前を重視してるんです。自由に名付けられる名前だから。それによってハッピーストーリーにもなれば、病弱短命のストーリーにもなれば、犯罪者のストーリーにもなれば、幸せな家庭のストーリーにもなったりしますんで。だからスラッティはこのお名前を重視してるんだけれども、まあ、別の言い方で、はい、使命って言ったりもしますよね。なんで使命って言うかっていうと、ちょっと書く場所がなくなってきちゃったな。これによって使命、読めるかな、見えるかな、はい、使命ですね。自分は何のためにこの世に生まれて、この命をどう捧げるべきか、どう使うべきかっていうね、この使命が、この使命によってそれぞれ定められるんです。だから、定めってね、運命のことを定めって読んだりしますけれども、この使命によって、その人その人の使命、生きる意味が決まってくるんです。だから、スラッティの占いっていうのは、その持って生まれたね、性質、それが、自分のね、生き方、生き様を決める、その持って生まれた宿命や使命をどのように持ち運ぶと、運命は良くなって、間違ってどっち運んじゃうと、運命が下がっちゃいますよっていうね、案内図みたいなことなんですよ。で、運が下がった先には落とし穴があります。で、この落とし穴はね、いっぱい指摘してあげることがスラッティ大事だなって思ってるの。だから、スラッティの占いって、ちょっとほら、厳しめなね、内容だったりするんですよ。この落とし穴の部分、結構、スラッティに占ってもらった経験のある方は、身に染みてると思うけど、結構えげつないことを書いたりね、するんですよ。ショックなぐらい、落とし穴を指摘されるんですけれども、やっぱりね、その落とし穴を知ることが大事だと思うの。褒めても、おだてても、何の意味もないんですよ。この落とし穴っていうのは誰しも持ってますからね。まあ、落とし穴とか、スラッティは地雷だと思ってるんですよ。地雷って、もう誰しも持ってるんですよ。でも、そのさ、地雷を見て見ぬふりしてね、いい、占い結果だったら信じるけど、悪いことを言われたら聞かないとかね、信じないとかって言って耳を塞いじゃう人もいるんですね。それっていうのは、ここに地雷が落ちてるよって教えてもらってるのに、いや、うちには地雷なんて埋まってないはずですって言って、こうやって耳塞いじゃってるのと同じなの。それだといつか地雷踏むでしょ。だから、スラッティは地雷を踏んでほしくないから、落とし穴に落っこちてほしくないから、ここにはこんな地雷があるよ、ここにはこんな大きい落とし穴があるよって教えてあげるの。
なるべく落っこちる前に、なるべく地雷を踏んじゃう前に、地雷を知らないと、ある場所を知らないと落っこっちゃうから。でね、なるべく落っこちない前に、なるべく地雷を踏まない前にって言ったのはどういうことかっていうと、20年生きてる人とか、40年生きてる人っていうのは、その20年とか40年の間に、ほら、今歩き回るでしょ。だから、その40年も生きてると、穴落っこっちゃうんだわ。60年も生きてると、大体ほとんどの地雷踏んで、ほとんどの穴に落っこちるんですよ。60年も。それ知らずに目隠ししてみんな塞いで、うちには地雷も落とし穴もありませんって言って、私の人生はハッピーなんですって言って、落とし穴落っこちながら言ってんの。それってハッピーじゃないんですよ。だから、なるべく落とし穴落っこちる前に、例えば40歳の人よりは20歳の人の方が落っこちないし、20歳の人よりは10歳の人の方がまだ落ちないでしょ。だから、早ければ早いほど占うのって、いいんですよ。地雷のある場所が分かったなら踏まなきゃいいんだから。でも、60歳の人がね、まあたまにご依頼してくださるんですけども、まあそれはありがたいんですよ。60歳になって自分の人生を振り返る意味でね、占うのはいいんだけど、もう60年も生きてると、ほとんどの穴落っこっちゃってるから、確かに当たってます。私の人生そのものですとかって言われるんですけど、まあできればね、そうに失敗してから占うんじゃなくて、失敗しないように占う。その落とし穴を避けて、あ、ここに落とし穴があるんだなって分かったら、そっち行かないように、こっち行ったらこんなに運勢アップするんだって分かってんだから、分かってる方に、運勢アップする方にね、運命を持ち運んでほしいと思って、占い結果をお伝えしてるんです。だから占い結果っていうのはこういう落とし穴とか地雷の場所を指摘しますけれども、いい意味で占いを外れさせるのが目的なんです。60年生きてきて、一回も病気したことがないとかね、一回も怪我したことないとかね、一回も失敗したことがない、苦手なことが一つもないっていう人って一人もいないでしょ。みんな誰しも苦手とか失敗とか怪我とか病気とかしちゃうもんなんですよ。それを事前に知ることで、そういった落とし穴とか地雷を未然に防ぐための占いなんですね。この落とし穴や地雷を防ぐため、いい意味で占いを外れさせるのが占いの目的なんです。だから悪い結果だ、目を塞ごうとか耳を塞ごうじゃなくて、悪い結果をあえて伝えますから、それを避ければいいっていうだけのことです。だからね、どうしてもちょっと悲観的な画数をね、持って生まれた人なんかはね、スガッティの占い結果落とし穴がいっぱいで、私の人生だからこんなにダメなんだとかね、もうこれ以上生きてても意味ないやとかね、いう人がたまにいるんですけど、そうじゃなくて、確かにね、落とし穴だらけの人もいるし、大きな地雷を踏んじゃう人もいるんだけれども、今後はね、それを知ったことで改善策もきっとありますから、その辺もね、スガッティから、アドバイスさせていただきます。まあ大体は女性の場合は結婚して名字を変えることで、結婚できない方、結婚しても名字が変わらない方とか、あるいは結婚できない方とか、そういう方は、まあ、画数をね、変えて、改名ですよね。するなんかして、大吉アレンジしましょう。そうすると、大吉ネームはこういった落とし穴がちっちゃいし、少ないし、地雷もないので、起こることはないし、たとえね、落とし穴あって踏み外しても、そんなに大怪我しないっていうのが、まあ、大吉ネームなんですよ。だからね、そういう大吉アレンジできたりします。ただ、私はね、独身女性の場合は、あまり改名はお勧めせず、まあ、できればね、結婚で名字を変えるのが一番シンプルなので、そういった運命の持ち運び方をお勧めしております。はい、こんな感じでちょっとホワイトコードいっぱい書いたらホワイトじゃなくなっちゃって汚れちゃいましたけども、今日はね、こういう運命とか宿命、そして使命のお話をしました。スガッティがやってるのは生命判断です。生命判断ってね、ここに書きますね。生命判断、どうしたかというと、名は体を表すっていうように、生命によってこの生命、その人の人生が、読み取れるんですよっていうのが、このスガッティがやってる生命判断なんですね。だから今日はみんな誰しもね、ある落とし穴や地雷のお話をしたんです。まあね、特に相性診断ね、相性診断なんか、もうそもそも相性なんて合わないんです。だけど、やっぱり、ほら、好きな人と今うまくいってる、もしかしたら相性いいんじゃないかな、なんて言って、スガッティチャンネルに、こう、相性診断申し込んでくれたりするんですけど、やっぱね、1画から、画数って1画が一番少ないんですね。1画から、全部、一番上がね、81画なんですよ。1から9が81、81画ある、81パターンのね、数字をみんなバラバラに持った、そして、生年月日なんてね、もう無限なんですよ。同じ誕生日だね、じゃあ同じ性格だね、じゃなくて、もうそれが1年ずれると、例えば1974年の5月7日と、1975年の5月7日だと全然タイプ違うし、あるいは、例えば同じ年に生まれてても、5月7日と5月8日、1日ずれるだけで全然個性って変わっちゃうんですね。そんな感じで、もう生年月日なんて無限なんですよ。そんな、もう81パターンの画数と、無限にある、生年月日のね、違う、性別も違う、そんな男と女という生き物同士がですね、もうぴったり相性合うわけないの、そもそも。ぴったり合う方が不自然なんですね、そんなの。奇跡なの。だから、もうそもそも合わないっていうね、部分を、スガッティが、こう、じゃあ、どういう部分が歯車と歯車ぶつかり合っちゃうのか、衝突して歯車合わないのか、どうしたら合うのかっていうのを、スガッティの方で、合わない視点から、こう、合わせていく作業。それが相性診断なんです。きっと相性いいんだろうな、なんて期待してると、ガクンってしますから。相性なんて合わないの。だから、そもそも合わないんだ。どうしたら合うんだろうっていう視点じゃないと、相性なんて合わせられないですからね。だから、恋愛も夫婦生活もですね、まあ、こんな感じで生命判断っていうのは未来の予言じゃなくて、未来は自分自身で運命を持ち運ぶんですっていうこと。そして、
でも、もっと生まれた宿命によってね、これで、まあ、大体の個性とか、伸び高とか、向き不向きって決まっちゃうから、じゃあ自分はどうに生きようかっていうのが、この生命判断の、こう、まあ、道しるべなんですね。まあね、スガッティに占いを申し込んでいただいたからにはですね、申し込んで後悔するような内容ではないはずなので、ぜひですね、謙虚な気持ちで、もうイエスマンの言うことしか信じませんじゃなくて、謙虚な姿勢で、あ、確かに自分にはこういう注意点があるなとか、あ、こういう病気確かに気をつけなきゃいけないなとかね、そういう謙虚な気持ちで、ぜひ、生命判断の結果を受け取っていただけたらと思います。スガッティチャンネルはですね、このようにご覧いただくだけで生命判断を習得できちゃうというのがですね、このスガッティチャンネルの嬉しい特徴なんですね。だから、今すぐチャンネル登録して、あ、占いをお申し込みいただいた皆さんもですね、占いお申し込みありがとうございます。だけど、このスガッティチャンネルもぜひ、チャンネル登録していただいて、で、今後はですね、スガッティ門下生として、で、周りのみんなを占ってあげれるようになってくれたら、嬉しいです。あとは、やっぱりね、赤ちゃんの名付けって非常に大事なんですよ。何せ、この、ほら、宿命を決めるのが赤ちゃんの名付け、出生名ですから、やっぱりね、皆さんの、授かった赤ちゃんの名前もそうだし、あとは皆さんの周りね、お友達とか、ご親族とかで、これから赤ちゃんを出産されるような方がね、夫婦、若い夫婦がいらっしゃるようだったら、必ず、画数を、スガッティチャンネルにご依頼ください。皆さんの周りに大吉の人間が一人増えることで、もう一人増えることで、そうやって自分の周りを大吉で、大吉パワーでね、固めることによって、皆さん自身がその大吉パワーをシェアしてさせていただいて、で、皆さん自身の運気もアップするんですよ。だからもう自分は赤ちゃん産むことないからもう画数はあまり関係ないなとかじゃなくて、皆さんのね、親戚とかお友達とか、従業員仲間とかね、そういうところで赤ちゃん出産する準備をなさっている方がいらっしゃったらですね、この画数生命判断、ぜひ、スガッティチャンネルにお申し込みください。で、ほら、生命判断、スガッティチャンネルではね、ほぼ毎回言ってるんだけど、生命判断っていうのは、皆さんが、1、2、3、4って数えた画数とは違うんですよ。だから、こんな言い方しちゃうとあれだけど、自分でできることじゃないの。でも、このスガッティチャンネルを見てると、覚えれるんですよ。こんな本をね、2000円とかで買う必要ないわけ。無料で YouTube 見てれば、生命判断を覚えられますんで、だから、みんなでね、覚えて、みんなでハッピーになってくれればいいんじゃないかなと思っております。で、まあね、来店していただいて占うときは、1時間、たっぷり質問攻めしていただいて構いません。はい。もう、これでもかっていうぐらい、その占い結果に関するご質問をしてください。で、来店占いの場合は、LINE での質疑を取って、後日ね、受けたまってないんで、ここで1時間みっちり質問していただいたらいいと思うんですね。で、ほら、お家帰ってから、こういう場合はどうなんですかみたいな、その質問を LINE でもらうことがあるんだけど、それいちいちね、一個一個答えてると、もう手に負えないんですよ。だから、まあね、質疑応答は、来店していただいて、まあ、次にね、次回来店していただいて、占いの申し込みしてなくても、来店していただければ、そこのカウンターでね、飲みながら、スガッティとお話ししながら、いくらでも、この間占ってもらったこの内容なんだけど、これこれこうだったらこうなんですかとかね、こういう場合はどうなのとかね、質問してもらうのは全然 OK。だからもう1時間と言わず、飲みながら、ずっとその質問してもらって構いません。それは来店できる人は、そうやってね、次を通してください。で、LINE 占いの場合は、こう、1時間みっちりとかね、そういう、質問できないですから、2往復まで、質疑応答を受けたまっております。だから、スガッティバーってね、いっぱい占い結果書くけど、その占い結果に関して、ちょっと分かりにくい点とか、不明な点とか、あったら、質疑応答で2往復まで、質問受けたまってますんでね。だから1回質問して、回答を受けて、で、それでもまだ分かんなかったら、もう1回質問できますんで、はい、皆様からのご依頼もお待ちしております。はい、もうすでにお申し込みいただいた方は、これをね、ご覧いただきながら、あとは、チャンネル登録して、他のスガッティチャンネルの動画なんかもご覧いただきながらですね、ああ、なるほど、画数って大事だなって、いう認識をですね、高めていただいた上で、結果を受け取っていただくといいかなと思います。はい、今日は以上でございます。最後までご視聴ありがとうございました。必ずチャンネル登録よろしくお願いいたします。また次回お会いしましょう。Na na 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 na